家の畑のどちらかというと東寄りで、そこにアイスクリームバナナの一家族と、こちらにも一家族あるところなんですが、で、北側は隣の梅畑、まあ消毒しますんでね、農薬散布しますんで、なるべく垣根をこう高くして、多少でも防ぎたいという思惑があって、最初は2メートルかそこらに抑えておこうと思ったんですが、割と長時間農薬散布をする方なので、こちらも防御体制を作るために北側の垣根は背を高くしていって、その前にですね、まあ、あまり生食しようとは思っていないプランテンを植えてあるんです。で、だいぶ垣根らしくなってきましたし、プランテンの小株を移植してびっしりこう並べていけば、その南側の方で作るバナナ苗は、まあ私が生食するやつです。デザートバナナとして食べるものですね、への農薬被害が軽減されると考えているんですね。それで山の方では島バナナは無保護越冬で育つようになってきていて、まだきちんとした成果は出てないんですが、来年再来年ぐらいからですね、毎年毎年収穫できる体制に持っていけるだろうと見ていますが、この平地畑でもですね、なんとか島バナナの無保護越冬連年収穫を実現したいと思って、北側からの、まあ冬季の冷たい風を守る垣根と、あとこちらはこれもそうなんですが、アイスクリームバナナ、それからもう一方の方はムサナモアトールで、その間は比較的冬季の冷たい風に守られうる場所になってきたので、このように島バナナの、小笠原種です、島バナナの育苗列を作っているんですね。まあこのまま放置しておいたら過密状態になりますから、ほどほどに苗を掘り上げたり間を抜いたりして収穫につなげる家族づくり、ファミリーづくりをしようと思っているところなんです。まあ、それで島バナナに関してはですね、もう書くのはやめようというようなことを前にブログで書いたんですが、その後まだ混乱が続いているので、もう一度まあ説明しておきたいんですがね。それで問題は一つにはですね、こういう島バナナの、小笠原種としての島バナナです。どうして小笠原種としてのという言うのかと言いますとね、小笠原種島バナナとして知られているものが沖縄の方に持ち込まれて、島バナナとして小笠原諸島、父島、主に父島でのバナナ栽培全盛期が終わった後、島バナナといえば沖縄での島バナナ、小笠原諸島からもたらされた
島バナナということで小笠原種なんです。あの琉球種の島バナナっていうことじゃないんですよ。まあ現在の沖縄での島バナナは全部小笠原諸島から持ち込まれた子孫なんですね。それでそれがですね、ある時からこういうプランテン角形料理バナナと混同されて、この角形料理バナナの小株、このようなものですね、まあこんな大きいのは出品なかったと思います。こういう小さい苗ですね、まあせいぜいこの程度のものとか、そういうものが島バナナとしてオークションを通じて流布してしまったわけなんです。でそこから仕入れた人たちも、本土の人たちはですね、九州から四国、本州にかけてのバナナ栽培愛好家たちの大半がですね、まず島バナナを食べたことが全然ないか、ほんのちょっと食べたことがあるという程度だったのが問題だったんですね。収穫して、自分で収穫して食べてみれば、これは島バナナじゃないってすぐわかることなんです。まあ、例えば沖縄でブログを書いておられる方たちで、栽培経験が豊かな人たち、夏さんとか沖縄バナナさんたちなら十分島バナナを、まあ、本物の島バナナを食べてきているし、創始、まあ、形態的特徴も知っておられるわけですよ。ところが本土の人たちは九州、それから四国、本州のバナナ栽培愛好家たちは、形態的にも島バナナと、それからプランテンの違いを、こう知らないっていうか見分ける目がないんですね。なかったんですよ。まあ未だに続いている傾向はあります。あと、さっき言いました味覚の問題ですね。大体食べたことがなかったら、島バナナと言えないわけですよ。ですから何でもね、私が何度も言ってきましたように、バナナの品種の最終確定は、味覚をもって行うということなんです。葉っぱを見てとか、葉っぱだって違いますよ。花茎を見てとか、あるいはそのような名前で仕入れたからとか、そういうことではないんです。味覚に関してはですね、島バナナに関してはよく言われているのは、甘みと酸味の極上のバランスということです。例えばこういうプランテンでも完熟すれば甘いじゃないかというけれども、その甘みね、糖分が、いやでんぷんが糖分に変換された甘みと、島バナナ本来が持つ甘みと酸味のバランスのうちの甘みとは別です。甘み同士でも質が違うんです。それから、プランテンには、島バナナのような甘みと酸味のバランスの酸味、極上の美味しさとして感じる酸味はありません。ですから味覚は違うし、今度はバナナ苗の形態なんですが、島バナナのほとんどはですね、まあ、栽培環境とか気象条件、日陰とか日当たりのいいところかとか、冷たい風が当たるか当たらないかとか、いろいろな気象条件によっても微妙な変化はありますけれどもね、基本的には島バナナは花茎にこういう薄い赤紫色、花茎から出ている葉柄、
にですね、こういう淡い赤紫色が出るものが多いです。これもそうでしょ。それから、まあ沖縄本島だけじゃなく、離島からの苗でもですね、例えば、これは伊江島で育てられていたバナナ苗、島バナナ苗なんですが、このように葉柄のところに淡い赤紫が出ていますよね。そうして葉っぱはですね、斜め上にこう立ち上がるんじゃなくて、このようにしばらくした後、下垂気味になって、なんとも柔らかな、たおやかな女性的な感じがするんです、しているんです。それに対してプランテンの場合には、この花茎の葉柄見てもですね、これなんか出てきたばっかしですよ。緑でしょ？黄緑か緑と言ったらいいような色でしてね、こういう淡い赤紫色は出ていません。そして葉っぱもしばらくした針葉でも下垂気味になって、水平から下垂気味になって、なんともたおやかな感じを与えるという印象はありません。ですから見た目でも違うしね、食べても違うんです。それらを混同し続けるというのは、これは本土のね、沖縄の方たちは別にして、本土のバナナ栽培愛好家にとっては誤謬の継続に他なりませんから、どこかでね、それを断ち切らないといけないんです。何度も書いてきたんですが、その間違った情報に支配されている頭のままでいる人たちがまだまだいるんですね。まあ、こう例えば小さな苗を入手したとしてもね、このようにですね、葉柄に淡い赤紫が出て、そして葉脈もよくよく観察すればですね、島バナナの葉身の葉脈と、それからプランテンの葉脈とか主力主脈の色というのは違っていますから、きちんと観察すればわかることなんですが、本来の島バナナを持ってなかったら比較観察ってできませんでしょ。ですから絵画でも、それから、まあ、骨董品の鑑定でも、弟子を育てるときには最初はもう本物だけ見続けさせる。そうして経験を積んで、積んだ後ある時点に偽物を見せてどうだとお師匠さんが言う。そうすると弟子の記憶にはですね、本物の携帯の記憶しかないので、偽物を見たらこれは違うってすぐわかるわけなんです。ですから、まあ、最初からですね、沖縄の島バナナ、小笠原州島バナナの苗を見ていて、食べていて、苗の形態も、それから果実の味も、そちらの方を最初に知ってしまったなら、プランテンの果実がたとえ黄色くなって完熟して多少の甘みが出てきてもこれは違う。で、葉っぱ、葉柄、花茎、そして葉身の垂れ具合、あるいは斜め上に立つ男性的な姿とかを見たらですね、これは違うってわかるはずなんです。それをしないで情報操作された頭でね、これは小笠原種島バナナと言ってしまうのは間違いを
継続して他の人たちにも間違いをばらまいてしまうということなんです。まあ一人一人が自分で思うのは勝手だと思うんですよ。でもそれをブログで書いたりですね、出品したりして広げるのは、それは詐欺ですよ。一種の詐欺ですね。ですからそれをなんとか食い止めたいと思って、しつこいほど門型料理バナナイコールプランテンと島バナナの違いに関して私は結構な記事を書いてきたんです。写真も載せてきました。島バナナの創始というのはこういうふうにたおやかな姿になるんだとか、沖縄でバナナ栽培していた時の写真を出して何度も何度も説明してきてるんですがね。まあ、とにそれとまあ最近あったのでは、ムサドワーフオリノコが本物か偽物の苗かという問題がありましたよね。まあ、沖縄バナナさんのブログにですね、ちょっとコメント書き込みましたので、まだ見てない方はよかったらご覧ください。沖縄バナナと Google 検索すればですね、沖縄バナナさんの新しい方のブログが出てきますから、そこの最近の記事にちょっとコメントしておきました。ドワーフオリノコの件です。で、ドワーフオリノコも誰かがですね、あるいは誰かたちがドワーフオリノコではない苗を出品販売して、また多少ブログにも取り上げているわけなんですね。まあ、これも島バナナとプランテンとの混同に似た問題でして、ドワーフオリノコではないものがドワーフオリノコとして相変わらず出品されたり、そこから落札した人たちが二次的に出品して、そこから入手した人がまた出品してと、三次的な誤謬出品にまでつい最近もそうなっているわけなんです。ですからそういうのもですね、なるべく食い止めた方が私はいいと思うんですよ。まあ、最近私はちょっと出品していませんけれども、まあ、正しい方の苗をいくらでも出品することはできますが、大体はですね、間違った方が広がりやすいんですよ。情報というのは、あるいは物でもですね、偽物の方がたくさん広がるんですね。それは例えばですね、山の頂上まで行く人は少ないけれども、途中まで登る人はたくさんいるし、観光バスで登っていく人たちもいるんだしね。あと裾野には人がもっとたくさんいるし、裾野からちょっと離れた町の方にはごちゃごちゃといろんな人たちが住んでるわけです。ですからごちゃごちゃした正しくないものの方が、清らかではないものの方が数が多い。それは現象世界でいつでも見られることですから、まあそれに関してはどうこう言いませんが、正しい苗を出す人が一人二人いたとしてもね、間違った出品をする人たちが四五人もいたら、絶対間違った出品の方が広がるに決まっているんですよ。まあそれは私はバナナの世界だけじゃなく、ヨガの世界でも、あと音楽のある分野の世界でも経験してきたので、やっぱりなぁと思ってるんですね。アマチュアたちがやっていることたちは間違いだらけで繁栄するんだなと、繁盛するんだなと。まあ、今回のオリンピックでもドーピング問題がね、取り上げられましたが、メダル取った人たちの中の何割かはやはりドーピングをやっていて、ごまかせただけの話ですよ。やってない清らかなスポーツスピリットに満ちた立派な選手の方が少ないということですよ。
まあ、どこの国の誰とは言いませんが、まあそんなことはちょっと調べたり、その選手たちの発言内容をチェックすればわかることですが、わからない人たちの方が多いんでしょうね。まあそれはともかく、私はここでですね、小笠原種の島バナナの育苗をしていて、いずれ平地でも多少の垣根を構築して、冬の北風、北西風、西風などを防ぐ、ある程度、完全にじゃないですよ、ある程度防ぐことができるなら、本州温暖地でも島バナナのカットバックをしない収穫もいつかは可能になると信じて、まあ、本年はちょっと苗を集めてずらっとこう並べて育苗していて、次今度の冬にですね備えて、来年どういう結果が出るか見て、越冬性に優れたものをピックアップして、それをまた増やして、まあ地道な作業になりますが、ここで小笠原種島バナナの体感越冬性を高めうる苗たちの育成を試みようとしているんですね。